こんにちは、ショートショート作家の田丸雅智です。今回は僕が開発メンバーとして携わっていますこちらジャレボンというアナログゲームについてご紹介動画とできればなと思っています。このジャレボンはですね、僕が仲間たちと作っている変則リレー小説がプレイできるというゲームになっています。まあ、どういうことかと言いますと、皆さんリレー小説って一度はやったことがあるんじゃないかと思います。前の人が書いたものを受け継いで書き足していくということなんですけれども、このジャレボンはですねちょっと変わった趣向になっていて、変則的だということなんですけど、どういうことか。このジャレボンで見られるものっていうのは2つなんですね。まず1つが題名です。でこれはですね、題名は僕の、普段の書き方講座のメソッドを使っていまして、不思議な題名、変な題名にするんですね。で、そしてその題名が見られるということなんですけど、もう一つ見られるものは直前に書いた人、何が書かれているかってことだけが見られるんですよ。でこれどういうことかと言いますと、例えば、3番目に書く人って普通は1番目何が書かれたのかな、2番目何が書かれたのかなって確認してから3番目書くと思うんですけど、でもこのジャレ本はちょっとした仕組みに、ができてありましてですね、3番目の人が見られるものっていうのはまず題名ですね。例えば発電に使えるタコという題名が見える。そして2番目は見れるんですけど1は見れないんですよ。なので1がわからない状態で3を書かないといけなくて、おのずとむちゃくちゃになっていくんですよね。っていうハードルの下げ方っていうのをやっているのがこのジャレボンというものなんですよ。で、まあ、常に崩れていくわけなので、もう崩れても OK ですし、むしろむちゃくちゃやっても構いませんし、時々奇跡的にスーッと繋がったらすごーってなるっていう、まあ、従来の積み上げ型じゃなくてこう崩していくっていう形の、やり方になってます。で例えば次の方にキラーパスを出すもよしですし、まあ、本当に見事な、綺麗なパスを出すもよしですし、まあ、全てこう楽しみながらやっていくという、まあ、プロダクトになっています。こちら誕生したのはですね、2015年のクリスマスの日、まあ、これたまたまなんですけど、チームのメンバーと仲間たちが集まって、まあ、どんなことができるかなということであれやこれやと話しながら生まれたものなんですけれども、まあ、チキンとかワインとか、食べたり飲んだりしながらなんですけど、もともとのコンセプトと考え方としましては、僕の書き方講座っていうことをさらに、ゲームの要素で、遊びとしてより多くの人に、さらに多くの人に届けていくという、まあ、そんな目的のものを開発したものになりました。でですね、このジャレボンはですね、直前の人が書いたものに合わせて書いていくということで即興力が問われますし、適応力っていうのも問われるんですよね。どんな変なパス出されても書かないといけない。そしてこれ一つあたりですね、2分間で書かないといけなくて、でそれがですね、合計8ページ分あるんです。なので、まあ、計16分の中で、もう本当に急いでやらないといけないということで、まあ、その意味でも本当に即興力、適応力が問われるものになっています。で、まあ、中身としましてもちょっと変わっていまして、ペラペラになってるんですね。で、まあ、この仕組みによって、その題名と直前の人が、しか見れないということが達成されているんですけれども、まあ、実際ですね、いろいろ説明しても分かりづらいと思いますので、今日はですね、こちら、じゃあ僕とスタッフの方合計3名でやっていければなと思ってます。推奨人数3人以上になっていますので、3人からプレイすることができるんですけれども、じゃあちょっと早速やってみたいなと思います。分からないです。なんか